実際のエントランスまでは結構な距離を歩くんですけど、結構引きでシギリアロックを見ながらですね歩くっていうのもまたいい時間です。時間帯なんでしょうか、時期なんでしょうか、私以外の人間は地元のおじさん以外はいませんね。このままシギリアロック登頂まで空いててくれるといいんですけど、シギリアロックはもともと王宮だったんですけども、侵入者を防ぐという意味で、このお堀の中にクロコダイルを住まわせてたようですね。今はおそらくいないでしょう。これはなかなかの迫力です。上まで登るのにどれぐらいかかるんですかね。人は非常に少ない印象ですけど、岩から降りてきてる人が豆粒以下かなりちっちゃいんで、これ頂上まで登るの相当どれぐらい時間かかるんだろう。なんとなんと、ほぼ貸し切り状態です。シギリアロックを登っていきたいと思います。すごいスケールが大きい。全然混んでないですね。私の前には人っ子一人いません。素晴らしいタイミング。そして絶景。教会とか神の宮、そして王宮とか城は本当にその土地の中でも一番いいところに気づいたりしますけど、ここはまさにそういうところですね。なんで犬もいる？さあ、いよいよ頂上でしょうか。こんな上に、こんな高いところにね、王宮作って、狂気の王、狂った王と言われて
言われたりもしてそうですけど、父親を、殺したりですね、まあいろいろと家督争いでちょっと複雑なそういう血族だったようですけど、しかしすごいところに沖を立てましたね。まさにクレイジー。私は行ったことないんで詳しく分かりませんが、まるでマチュピチュみたいですね、空中庭園。いやーすごい、マチュピチュ遺跡来たみたいだわ。日本でいうところの大分の岡城でしょうか。もっといい例えあるよ。これはすごいよ。人より猿たちの方が多くてこれは楽しいですね。想像を超えてますね。これはちょっとやそっとの写真や動画では伝えられない。ここは文句なしの世界遺産でしょう。詳しい専門家ではなくても肌でわかる、これ世界遺産。すごい、スケールがすごいです。遠目から見たシギリアロックも圧巻ですけど、実際に登ってきて感じるこのシギリアロックの王宮の凄さ。城跡ですけどね、それでも圧巻です。シギリアロックの王宮のまさに中心の建物があった場所です。その跡地ですけど、山に城を建てるとかありますけどね、まずそもそもこの巨大な岩が存在してるってことが驚きですよね。もともとあった巨大な岩の上に築き上げた王宮、クレイジーな王様です。ラピュータみたいですね、天空の城みたい、リアル天空の城、そんな感じですね。シギリアロックは私の一番のお気に入りになりました。今日はたくさん登りました。ついに山頂に着きました。ご覧ください。またこの角度から見るシギリアロックも素晴らしいですし、何より一枚の岩、一個の岩でこの巨大さ、おお、あまりにも雄大。これはどっかのなんか、なんて形容していいのかわかんないですけど、こんな巨大な岩の上に乗ったことは人生の中でないですね。いやー、他に何もないですからね、この絶景の岩の他には。なんか余計な街とか売店とか本当ないんですよ。お土産屋とかほとんど。その周りの環境をね、なんか大切に守っているのか開発が進んでないのか
おそらく、そういったルールがあるんでしょうけどね、周りに何も作らないっていう。本当に、柵とかなんかここルールで縛られているということもなく、自由にみんなが夕方の時間を気持ちよく過ごしています。本当に静かなジャングル、あまりにも素晴らしいです。